エドガースノー、エドガースノー、エドガール・スノー、1905年7月17日から1972年2月15日は、アメリカのジャーナリスト。中国大陸の近代事情、特に親しかった中国共産党に関する作品、中国の赤い星により著名ある。スノーは、ミズーリ州カンザスシティで生まれた。先祖は、ノースカロライナ州、ケンタッキー州。 カンサス州にいた。ミズーリ大学コロンビア校でジャーナリズムを専攻した。社交組織ベータデータピ、ベータシータパイフラタニティの支部、ゼータピの会員となった。が、父の学費負担を苦痛に感じて1年で退学、ニューヨークの兄の元に移り、コロンビア大学に入学した。その後、広告代理店勤務を経て、ウォール街大暴落までに、少学の貯金をした。 ルーズベルト期戦、セオドアルーズベルトの息子が経営の船のデッキボーイになり、1928年から周遊記を書くための世界一周の旅に出かけた。同年夏に上海に上陸し、以後13年間中華民国に滞在した。現地でチャイナウィークリエレビューに就職し、同志はミズーリ大学ジャーナリズム学院卒業生の JB、パウエルが創刊した。 総経営と友人になり、小解析ら国民党幹部らについて記事を書き、彼らの活動を支えた。小解析の周辺には、カイルーズベルトの周辺にいるよりも多くのハーバード大、卒業生顧問となっていた。1932年には、ジャーナリスト志望のアメリカ人女性ヘレン・フォスターと結婚した。彼女は後に、スノーが考えたニム・ウェールズというペンネームで、 アリランの歌を表している。1930年代には中国鉄道省の仕事で中国を広範囲に回った。1928年30年の中国基金を見たり、後にビルマ航路と呼ばれる道路を訪れた。満州事変について報道し、サタデーイ,イブニングポスト特派員となった。1933年、日本への新婚旅行を終えると、北京に行き、 遠京大学非常勤教員となった。北京大学のロシア語教授だったセルゲイ・ポレボイに共産党との接触を依頼した。日本による中国侵略についての本、極東戦線を執筆したほか、中国文学の短編集を編集翻訳した。遠京大学でマルクス主義の基本文献を読み、学生の抗日運動12.9運動の指導者と友人にが、 共産主義地下組織によって毛沢東ら本部に招待された。パールバックやジョン・フェアバンクと交流。1935年の日本による中華民国北部振興に反感を抱き、抗日戦線の鍵は中国共産党にあり、と考えて党本部への取材を求める。1936年にスノーは共産党の支持者であった。 総敬礼から紹介状をもらい、調整後の共産党が本拠としていた西安に向かった。国民党は共産党支配地区を遮断していたが、共産党と共同して、抗日レジスタンス運動を展開することを考えていた、長学寮がスノーの入場を許可した。そこで、アグネススメドレーの友人であった馬海徳、MA 杯でジョージ・ハテムと知り合う。調整により、 兵力の大半を失い、抗日戦線のための中国人の団結を訴えたかった、毛沢東との利害とが一致し、スノーは中国共産党についての報告を行っていく。スメドレーも朝鮮以前の共産党の内部事情について報道していたものの、スノーのように朝鮮以後の共産党幹部と身近に接した者は他にいなかった。毛沢東はスノーに自分の反省を語り、 書くように進めた。スノーはその時点では知らなかったが、毛沢東は、インタビューに非常に用心深く、何の制約もないと主張したにもかかわらず、毛沢東のリクエストに応じてスノーは、多くの修正をせざるを得なかった。スノーは、北京に戻ると必死で執筆し、チャイナウィークリーレビューに短文を発表した後、1937年に、中国の赤い星をロンドンで出版した。 これは、毛沢東を中心とした中国共産党を好意的に取り上げ、将来の共産党の流星を予見するものであった。スノーは、毛沢東は政治的改革者であり、1920年代のように軍事的また革命的ではなくっていると報じた。この本は販売後4週間で1万2000部が売れた。この本は中国での共産党の初期の運動の入門として、 スタンダードになった。日中戦争が開始した1937年、スノーは工業合作者、チャイニーズインダストリアルコプラティブス、インダスコの創立メンバーとなっていた。工業合作者の目的は、日本の支配が及んでいない地域で労働者、共同組合を作ることであった。スノーの役職は、プロパガンダ部門であった。工業合作者は1850個の組合を作るに、 いたった。スノーは、観光の海軍 YMCA で、日本軍による武将爆撃を生き延びた、日本人民反戦同盟の反戦活動家で、長谷川照国民党国際宣伝所所属の反戦、抗日運動家とも交流のあった、カ事渡るとその妻、池田幸子と知り合う。日中戦争が激しさを増した1941年に、スノーは、 日本軍の支配地域を訪問し、アジアの戦争を出版した。同書で日本軍による南京大虐殺を報道し、話題となった。フランクリン・ルーズベルト大統領は、このアジアの戦争を読み、日米海戦直後にスノーを大統領執務室に呼び出し、話を聞いた。大統領はスノーを非公式な情報提供者に任命した。しかし、赤い星は、 ソ連コミンテルン、中華民国にいた共産党審派の欧米人やスターリニストだった。総経営らから分離主義とて非難を浴びた。なお、戦後にニクソン大統領、ビル、クリントン大統領も赤い星を読んで放駐した。スノー夫妻は帰国したが、二人は離婚した。1942年4月、サタデーイブニングポストはスノーを戦争特派員として、インド、 中国、ロシアへおもむいき、ロシアでは、スター・リングラード攻防戦を観察した。1944年、スノーは、中国共産党が、農地民主主義、農本思想か、それとも、全体主義に走るものかどうかについて由来だが、同年の演説でスノーは、毛沢東と共産党は、進歩的勢力であり、中国を解放し、民主化すると述べた。しかしまた、 スノーは中国共産党は近未来での共産主義の建設意志を放棄しつつあると述べた。戦後になり、1947年、スターリンは必ず平和をもたらすを発表、1949年にヘレン・フォスターと離婚して女優ロイス・ウィーラーと再婚した1950年代にはマッカーシズムが盛んになり反共主義が台頭するとスノーは FBI に 共産党との関係を問いただされた。ロイスの女優業が挫折したこともあり、アメリカを出国し、1959年にスイスに移り住んだが、国籍はアメリカ合衆国のままだった。1960年に国境内戦の結果、1949年に中国共産党により設立された中華人民共和国へと渡り毛沢東、周恩来と会談した。 その時の記録、今日の赤い中国では、大躍進による大基金を否定するなど、毛沢東の言うがままを書いたに過ぎないと批判され、スノー自身も後に自らの無知を認めている。1963年のザ・アザ・ーサイドオブザリバーでは、大躍進政策が実際には基金であったことを否定している。その後百六十四年から百六十五年にも放駐したが、 その時、毛沢東は、ベトナム戦争へのアメリカ介入が、国内の団結に役立っていると評価し、中国大陸における、中国共産党による、石化革命成功には、彼らの敵であった小解析だけでなく、日本の八年にわたる侵略が必要だったと、語っている。1970年から1971年、妻を伴った最後の中国大陸への旅では、 リチャード・ニクソン大統領は公私どちらの訪問であっても歓迎されるだろうと述べている。ホワイトハウスは訪問に興味を示したがスノーを信頼しなかった。しかしこの時、毛沢東の個人崇拝の強制、毛沢東はスノーに個人崇拝は政治的に必要であり、中国には皇帝崇拝の伝統があると言ったや、革命に参加した友人の息子が 中華人民共和国で逮捕、拷問された、中恩来の介入で彼は生還できたことなどにより、中国共産党を率いる中華人民共和国に対して厳滅の感を持つに至る。そして、中国の赤い星を描いたことを後悔していると妻に語った。スノーは1972年にジュネーブで癌で死亡した。その62時間後に、 リチャード・ニクソン大統領の中華人民、共和国訪問が行われたのを見ることができなかった。異界の一部はアメリカ・ニューヨークのハドソン川近くのパリセーズ、半分は北京大学に埋葬された。当時中国における、小勢力に過ぎなかった共産党に注目し、その詳細なレポートを行ったスノーの著作は現代、中国史における古典的な作品とされている。 ジョン・フェアバンクは、スノーの著作を称賛している。一方、ユン・チアンとジョン・ハリディは、魔を誰も知らなかった、毛沢東でスノーを、毛沢東のスポークスマンで、毛沢東の神話化に加担し、共産党をロマンチックに描写していると批判した。ジョナサン・ミルスキーは、スノーの1930年代の仕事は、誰よりも先に、中国共産党を報じることであったが、 1960年代に、ナルト共産党幹部が権力を持っていることを見ないようにしていたし、周恩来や毛沢東からの信頼を得ていることに満足していたため、大躍進の被害を見ることもできなかったと述べている。リー・フェイゴン、リー・フェイゲンは、毛沢東に同情的で、スノーの著作を評価しつつも、スノーのずさんな考察を批判している。中国では、 スメドレーストロングスノー協会が組織されており、プロパガンダ映画も作られている。夫人ロイズ・ホイーラースノーは2006年のインタビューで、彼は今日の中国の姿を決して全員しなかったでしょうと語り、中国政府のやり方を批判している。スノーは、下記の誤解によって、晩年の毛沢東のイメージを誤って伝えてしまった。 1970年12月18日のスノーと、毛沢東との会談において、毛沢東は自分のことを、お正田さんと形容した。これは、すなわち、部発無点 W、4W、チアームフォーム点 WFW w、チアーンであり、やりたい放題という結語も、シャレの一種である。つまり、毛沢東は、自分はやりたい放題好き勝手をやってきた男さと言ったのである。 しかし、通訳の当文部、ナンシータンは、この慣用表現を身につけるべき、青年時代をアメリカで過ごしていたために、この結構を理解できず、文字通り、私は傘をさした坊さんですと、越してしまった。それをスノーが思い入れたっぷりの、私は傘を手に歩む孤独なアンディア像の意味の、IAM、A ロンリーモンクウォーキングザワールドウィズ A、リーキーアンブレラにしたのである。 この誤解は、階段を掲載したアメリカの雑誌ライフによって、世界中に広まり、晩年の毛沢東のイメージとして定着してしまった。世界の人々は、ああ、毛沢東といえば、新中国の帝王のような人だが、その心の中を除けば、無人の彼のお一人と、ぼとぼと歩むアンギャ像のように孤独なのだと理解したので、ある。実際、 1976年9月に毛沢東が死んだ時、朝日新聞の天聖人号1976年9月11日は晩年の毛沢東主席がスノー氏に自分は破れ傘を片手に歩む孤独な修行像に過ぎないともらった言葉はこの不正質の革命家の内面を知る上で実に印象的だと記している。スノーは 中国共産党に出会う前から満州事変などに直面して日本に反感を持っており日本帝国主義は中国の敵であるだけでなく平和を発する世界全人民の敵であると述べている1934年の諸女作極東戦線では田中メモランダムという名で田中上層文に触れて日本政府や犬飼武氏が田中上層文を偽造したことを紹介した後 次のように満州事変頃の日本の侵略性について述べている。その後、米国が頭の先からつま先に至るまで日本人を増悪し武力介入で日本をこの世から抹殺することを目指した政治的な著作、アジアの戦争を書き上げ、日中戦争における日本を批判的に取り上げた。同書では南京安全区国際委員会の委員長であった。 ジョン・ラーベが示した算定として、南京大虐殺において、日本軍は南京だけで少なくとも4万2人を、虐殺した10歳から70歳までのものはべて、強姦されたと記し、生徒であったエルスマイスが編纂した南京地区における戦争による損害を引用して、日本軍による暴行として告げしている。さらに、日本軍は銃を持った首が利族であり、日本人は、 中国人や朝鮮人より知的、肉体的に劣る存在、とも罵倒している。この、アジアの戦争は、後、東京裁判における検察側暴動陳述や、南京大虐殺、さらに GHQ の占領方針と占領政策の基盤となった。米国の日本政策の根拠ともなった、この本について、鈴木明ららは錯覚と誤解の上に気づかれているとして、批判している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。